新年明けましておめでとうございます。今年も電波人間 RPG のフリー頑張ってまいりたいと思います。では今回一発目はね、今年一発目は福袋をね購入してみたいと思います。私福袋は購入したことないのでね、もうね楽しみで楽しみで仕方ありません。では福袋を買いに行きます。わあ、福袋が後ろに、おばちゃんの後ろにいっぱい並んでるね、これ。わあ。いろいろありますね。下画面映した方がいいかな。ジュエルはね、52個ありますね。実は50個ぐらい貯めてたんだけど、ちょっと使ってしまってね、3000円ぐらいね、買ってしまったんですよ。ということでね、50個ぐらいあります。で、お試し袋、特別袋、お正月袋、レジェンド袋、フルーツ袋、ブースト袋ってあるんですけど、まあ、フルーツ袋、ブースト袋はいいかなと、まだ。まあ、ブースト袋はね、ちょっとね、経験値アップ欲しいような気がするんだけど、フルーツ袋はね、他で手に入ると思うんでね。で、まあ、どうしようかな。どういう買い方しようかな。とりあえずね、レジェンド袋がね、すごくいいらしいんだけど、ジュエルが20個なんでね。これも購入したいと思うんですけどね、今回。ではね、ちょっとお試し袋をまず買ってみますね。じゃあお試し袋を購入しますか。ワクワクします。はい。購入します。中何が入ってるのかな？お！お、ドリドリタケノコ。ドリドリタケノコってジュエル7個ぐらいいるんじゃないかな、購入するの。わ、お得だ！ 1 カラットダイヤも手に入ったよ、これ。売ったらお金になるんじゃないかな。リサイクルストーンレア8、すごいな、これ。すごいよ、これ。リサイクルストーン、レア語。これもいいよ。金のタケノコ。金のタケノコって初めて聞くな。特別袋も購入してみます。特別袋を購入しますか？はい。ジュエル5個ですね。すごい！伸び伸びタケノコ。うん、これは欲しいからね、僕。1カラットダイヤ。はい。ゴールドも欲しいから、リサイクルストーンレア級、いいね。リサイクルストーンレア語。これはもう入ってるの確実に決まってるから、まったけ？まったけいいな。お正月袋、20個まで買えるんですね。じゃあ、買ってみましょう。ワクワクするぜ、おい。ワクワクするぜ。イエティマフラー。夢色ドラゴンの服。うわ、おしゃれな服だ、これ。イエティブーツ。夢色ドラゴンの爪。強そうな爪。グリフォンクロー、これも強そうだ。なんていうの？ちょっとね、能力はちょっとまだわかんないんだけど、名前からしてなんか凄そうなの出ましたよ。グリフォンアンク。夢色ドラゴンの角。これ強そうな角出た。イエティブーツ。これさっき出たかな。イエティスーツ。おお、おしゃれだ、またこれ。これまたおしゃれなシャツが出た。グリフォンサークレット。これどう転んでもいい装備が出てるんじゃないでしょうかね。よし、これいよいよこれレジェンド袋行ってみましょう、これ。あと残りジュエルが25個なんで5個残しとこうと思うんですよね。で、レジェンド袋行ってみます。うわ、すげえ、剣出た。剣。英雄の剣来たよ、これ、英雄の。すげえ、これ。侍の服。うわ。侍ソード。刀。これ強いんやないの、これ。装甲剣。すごい、これ装剣や。すごい、これ。青龍円月刀。青龍円月刀。これ強そう。うわ。まだ買いてえよ、これ。まだ買いたい。でも残り5個しかないんで、ちょっとあれなんでね。青龍円月刀は5人攻撃の攻撃 1.50 倍。すごい。
サムライソードが、攻撃 1.50 倍のクリティカル50。なかなかいいんじゃないこれ。新年一発目はね、福袋をね、開けてみました。購入してみました。なかなかね、素晴らしい装備。もう名前からしてね、グッとくるようなね、装備をね、引いてしまいましたけどね。福袋からいただきましたけどね。ということでね、今年もね、頑張ってまいりますんでね。いつもね、応援アドバイスありがとうございます。今年も頑張ってまいります。これからもよろしくお願いします。今回は福袋でした。また近いうち、またすぐに動画上げると思いますんで、またよろしくお願いします。ありがとうございました。